膜浸臭複合体、膜浸臭複合体が病原体細胞膜に貫通孔を生成する様子膜浸臭複合体、または終末補体複合体、細胞膜障害性複合体はタンパク質からなる複合体。普通宿主の補体系の活性化により病原体の細胞膜表面、特に C3 活性化部位の付近に形成され、標的細胞の細胞膜に 膜貫通行を導くことで脂質に重膜を破壊し、それらを腰筋や細胞肢に至らせる免疫系の作用因子として働く。補体系の活性化において、補体成分である C3 は古典経路、レクチン経路、副次経路という3つの補体活性化経路で、それぞれの経路の初期成分に切断される。C3 に由来する特に大きな断片を、 C3 ビットと呼ぶ。この C3 ビットは病原体の細胞膜に共有結合する。固定された C3 ビットは他の初期胞体成分の切断により生じたタンパク質の断片を引き寄せ、後期胞体成分から膜心修復合体を形成する連鎖反応を起こす。こうして形成された膜心修復合体は病原体の C3 活性化部位の付近で膜を貫通し、 水を通す穴を形成する。マック新周複合体は C5 ビット、C6、C7、C8、C9 という構成分子からなり、構築には多くのタンパク質が関与する。活性の高い C5 ビット分子は C6 分子と結合して C5 ビットから6複合体を形成し、次に C7 分子と結合して C5 ビットから6から7複合体を形成する。 C5 ビットから6から7複合体は、α、β、γ の3つの鎖で構成される C8 分子と結合して、C5 ビットから6から7から8複合体を形成する。後者は C9 分子と結合し、c 9 1合における触媒として機能する。C9 は構造が変化すると素水性領域が露出して、C9 が標的の膜の脂質に重層に入り込む。 また、この時変化した CQ が別の CQ 分子と結合し、それがさらに別の CQ 分子と結合するという連鎖反応が生じる。連鎖の結果として生じた CQ 分子群は和を形成し、生体膜を貫通するチャンネルを形成する。ありがとうございます。